ニードルつまみ、ニードルスプリングを取り外し、ニードルを引き抜きます。エアバルブブッシングを 13mm メガネレンチで取り外します。トリガーを引き、バルブスプリング、エアバルブをガン本体から抜き取ります。バルブシール取り外し工具を挿して右に回し、先端ネジ部が当たったところから少し噛み込んだ時点で止め、工具を引き抜きます。バルブシール挿入工具を使用し、各シールがカチッと当たるところまで挿入します。シール昭和方向に注意してください。エアバルブを突き当たるところまで挿入し、エアバルブスプリングを挿入します。スプリングの方向に注意してください。エアバルブブッシングを 13mm メガネレンチで取り付けます。